6月の14日ひかるちゃんとライブさせていただきましたけど、ちょっとライブの方の接触が良くなって飛び飛びになっちゃいましたんで、別アングルで撮ったものを、ほぼ編集なしで、プレミアライブしてますんで、よかったら、ゆっくりご覧になってください。チャット欄の方などコメントいただけて書いていただいたらすごく嬉しいです。それから一番初めに大体お米の漬け方、今回2合ずつ炊くんで2合のお米のこのぐらいですよっていうのをやってます。それから菊花土鍋の開けたところの開封もちょこっと一番頭につけてますんで、この後ゆっくり見てください。2時間ぐらいでまとめてありますんで、よかったら最後までご覧になってください。よろしくお願いいたします。それでは、1時間で1回休憩入れるんで、はい、よろしくね。よろしくお願いいたします。まあ、スタートだから7時。あ、とソーミナザルさん、このままソーミナザルさん、朝活から夜活まで来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。いつもね、朝見に来ていただく、僕は 6時半から1時間やってる朝活を見に来ていただいて、ありがたい。ありがとうございます。棚屋さん、さっき朝全然来てくれてないけど、棚屋さん、棚屋さんそっち見えるよ。あ、これか。そう、あ、本当にひかるちゃん、挨拶だけありがとうございます。棚屋さん、またお時間の時にぜひいらしてください。ありがとうございます。ありやさん、アリアさん、さっきから来ていただいてありがとうございます。ソーミナザルさん、こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、今日もいっぱいコメントをくださいませ。はい、なんか今日すごいですね、配信が。これじゃね、珍しいね。珍しいです。何でしょうか。そうよ、告知しちゃって。
今から始めるよ。なんかストーリーズでいいんですかね。ストーリーズでいいじゃん。ストーリーズは自分を映してこれから出るよってあげればいいんだよ。自分を撮ってこれから始めるよブスなんですけど。いやブスはしょうがないけど可愛く映るから大丈夫だよ。ブスなんですけど。いやブスじゃないから大丈夫だよ。どうしましょうかこれは。あのなんかサプリじゃなくてアプリじゃなくてほらあるじゃん加工サプリあの加工ファンデじゃなくてなんだっけ、あれじゃない。こんにちは、ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。これもうわかんないですわ。あ、うさみんさん、うさみんさん、こんばんは、ありがとうございます。あ、もうやめるの。ご視聴、高評価、ありがとうございます。こんばんは。エガライオンさん、エガライオンさんと、うさみんさん、うさみんチューブさんね。うさみんチューブさん、大人のための簡単英会話。おお、英会話できる方だ。そう、うさみんさんは、ね、毎回英会話の YouTube でめっちゃ来る、めっちゃ人いるね。外人さんまで行ってるもんね。ああ、分かりやすいってことですね。じゃあね、そうそうそう、じゃあ見に行こう。もう見に行ってあげて、めっちゃ喜ぶよ。うん、見に行ってみよう。はい。え、半分切れてる。あ、僕の顔がね。そうそうそう、映画見ましょうじゃあ。どうしても土鍋を映すとさ、顔が消えちゃうんだよね。ここまで引かないと。ああ、なるほど。ちょっと君の近くにどん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 寄っていかなきゃいけないからさ。じゃあ私がもっと引けばいいんだよ。いや、まあいいよ、これで大丈夫。俺のポスターまで映っちゃうから。じゃあ始めていこうか。はい、次に入りました。じゃあで解説しますか。作業をしなくていいよっていう。ほう、こんな感じ。あ、これそうで買おうと思ってたのと一緒。お安かったんで、とりあえずこれを
使ってみる。はい。とりあえず2合。2合炊きます。2合炊いていこうかと思います。今日は最初はこの土鍋さんで2合。はい。はい、土鍋の名前。キッカでございます。ご飯土鍋2合炊き用です。キッカさんです。じゃあ、キッカさんです。はい。じゃあ次、お米の説明です。はい。秋田県からデビューした咲き誇れというお米。咲き誇れ。秋田の咲き誇れさんですね。はい。精米は5月。秋田からデビューって書いてあります。かわいい。見えるかな。ここに秋田からデビューって書いてある。かわいいです。お米は水に浸して半日ほど置いてあるものを2合分ご用意させていただきました。はい、半日お水に浸したもの。生米の状態で 300g 2合分を入れて水に浸したものです。 OK かな。久しぶりだから夜ライブ。そうなんですか。そうだから5月の最終日に偉い先生呼んで、ちょっとやらせていただきます。よいしょ、はい、じゃあまず水切ります。はい、米を水切ってます。水を切ります。お、高評価いっぱいしてくださってありがとうございます。コメント欄が仲良しで嬉しいですね。うん、水切りましたよ。水をつけてたのを切りまして、先ほどのキッカさんに入れますけど、はい、入れますけど水加減なんですけど、乾いた状態の 300g と同じ 300g 水かかってもらえば十分大丈夫なんで、1対1っていうのを忘れないように基本なんで、はい、1対1ですね。何もしないからやらせるから、ね、おやそうなんですか。じゃなければだって覚えないでしょ。覚えますよ。トカレタ女やるでしょ。トカレタ女、トカレタ女、トカレタ女するします。いやアシスタントで来てるんだから、5分ぐらい食べるようになっとこうよ。まあ、それはそうですね。それはそうです。じゃあ、ここは入れて。お米を入れちゃって。お米を全部入れます。水から入れたお米を入れて、キッカさんの中に入れまして。はい。じゃあ、水ね。水。乾いたお米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 。8g ぐらい多くたって死にはしないから大丈夫だよ。はい、入れた。同じ量のお水を入れます。入れました。はい、何分ぐらいですか。お願いします。あれ、ガスコンロのガスを設置してないのに私は火をつけよう
ントいたしましたよ。いや僕も始めた頃はよくやってたよ。師匠にあれって言いながら、はい、じゃあ沸騰するまでちょっとやってみようか。はい、まず沸騰するまで強火でいきます。はい、つけました。かけ時間どうしようか。じゃあとりあえずうちでやる12分にしとくね。はい、なんかこの蓋から湯気が出てきたら、うん、爪溶けるよ。溶けません溶けません。こんなんじゃ今日のネイルを皆さんに。あ、今日まだ変えてないんですか。明日なんですか。明日なの。そうなんです。なのであの次回の時にお見せします。次回28日だから28日なので、あの28日、あの、まあ、来週から告知開始なんですけど、28日の夜テレビ出ますんで、来週から告知できますんで、どの番組かは来週の22日水曜日に告知開始です。よろしくお願いします。はい、楽しみにしててください。で 今日の、 あのファッションのポイント。今日のファッションのポイント、うん、青分かった。見れば分かるよ。青です。青ね。青、うん、青は分かる。青です。なんかちょっと前回が赤い、うん、なんかちょっとワンピースな感じだったんで、うん、ちょっとあの 秋冬な感じだったんですね。前回の衣装じゃないですけど、なので今回はちょっと爽やかめに、夏前の、うん、初夏も終わり、梅雨も入り、これから夏に向かって肌寒いからこんな感じにします。そうですね、今日ちょっと雨も降ってて肌寒いので、あのちょっとでもまあまあ夏感は取り入れたいなと思って、シャツの青い感じで、ちょっとボイシュなの。前回はちょっとおとなしめの感じだったので、うん、今回はボイシュにかっこよく、ガチ、なんかイケてる女っぽい、ちょっと強めなちょっとね、はい、感じにさしていただいたそうです。パンツスタイルにいたしました。パンチもいいね。下も見ないんだけどね。パンツスタイルにいたしました。あとであの下から撮っとくから、舐めるよ。よろしくお願いします。いや違う、別にカメラのアングルの話だから。みんなそう言うやんね、下からね、から、うん、上がっていくような感じで撮るっていう。で、あの後半ほらトマト好きだったから、トマトね、はい、さっぱり姫で、今日はトマトがいっぱいあるんです。これとこれとあと、これはミスでいいんだろう。いい、いい、大丈夫、問題ない問題ない。どうですか。いや、でもこれあの素で入れないから水で割ってあの炊くからね。だそうです。このまま炊いたら絶対焦げるから、水とか濃すぎて下に溜まって。おお、なるほどなるほど。だからこれをあのちょっと割って水で割って炊く。はい、だそうです、うん、はい。で、今日の炊き込みご飯のテーマはトマト、うん、さっぱり夏向けトマトです。トマトです。トマトです。言い方可愛くなっちゃって。トマトです。トマトです。トマトの炊き込みご飯ですね。トマトを使った炊き込みご飯を作ってあげようかなと思って。ありがとうございます。嬉しいです。トマトすごい好きなので私。どうする？肉ベーコンあるから。いいですね。まあ、ベーコンいいですね。ベーコン入れよう。ベーコン入れましょう。ね。今日本当にちょっと画像が飛んじゃって今大丈夫ですか。すみません、なんか見にくくて。ああ、五郎さん、菊五郎さん。五郎さん、かっこいいお名前。小栗ゆいちゃん大好きな。そうなんですか。乃木坂の、じゃあ AKB の東京代表の女の子っていうので、はい、その子のすごい大ファンがあって、その前までが乃木坂の堀美央奈さんの大ファンだったらしくて。あら、どういう歌ですか。堀美央奈さん歌って推しで、そのなんとか会に行った帰りにうちの店に行って、これからはこの子だからって言って、その写真集宣言をね。あ、これ写真集持ってるから機械やめといて。おっとおっと、急に急にね。
急にどっかに行かれてしまわれて。あらあら。ぼっちになりました。ぼっちになりました。今日でも本当に海鮮丼大丈夫ですかね。まだですね。今結構強火で、マックス、なんだ、絞りが、この辺がマックスだとしたら、このぐらいで炊いてます。わかるのかな？絞りがマックスがこうだとしたら、このぐらい。そうです。で、外から、ぐらいまでの火が。そうですね。結構、お鍋すれすれぐらいの、あの、火の大きさですね。釜の、あ、戻ってまいりました。お待ちどう。これ、菊郎さんにいただいたやつ。これ、菊郎さんにいただいたやつ。これをわざわざ、これを、お使用のやつをね。かわいい。なんかどうぞ。え、中を見るのは大丈夫、こっち見せてもらって中を見るのはいいんですか、いいんですか、いいよこんな、あら、あー、わー、わー、かわいい、初めての水着写真集、なんと、まだ水着が出てきません、なんと、まだ水着が出てきません、おい、すごい、ちゃんと、なんかカタカタ言ってますよ、ゴールデンレトリバー、そろそろ火を、水着なのに火を止めてくださいな、火を止めるか、弱くして弱くする、弱くぐーっと、もうぐーっと、はいはい、OKOK、はい、OKOK、今、湯気がホンホンしてきて、うん、結構カタ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 、うん、蓋が言ってるような状態なので、火をもう本当とろび、ほぼとろ、おお、すごい横でちょっと見えてますね。水着です。花火です。お買い物です。かき氷です。これは何のこれは何のあれなんでしょうか。やばいね、素晴らしいね。あとこの前あのいただいた漫画です。なんか到着の大丈夫、映像止まってます、いや、そっちが動いてれば大丈夫、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 はい、十分動いてるから大丈夫、動いてる、そうなんですよ、これを原作の方をやってる方にいただいたみたいで、すごい、うん、なんでよかったら皆さん読んであげてください、もう5巻まで出てます、で今 LINE 漫画でただでちょこっと触りだけ読めるそうなので、はい、皆さんぜひ、僕も読んでないんですけど、あら相続に関する探偵さんのお話、なるほど、まあ、あの相続に関していろいろ揉めた時に今探偵さんがいろいろ調べて、政府でね、あのやってくれる人を見つけるような話です、きっと、はい、何の宣伝なんでしょうこれ、読みたいなと思ってたんですよね、で今回この原作を書いてるか、あの脚本、あの原作を書いてる方がその人気脚本家 のスペックシリーズとかを手掛けてる方らしいので、ぜひぜひ内容は充実してますので読んでみてください、はい、そうです、はい、そうです、はい、今なんか火が弱くして、はい、カタカタが止まりました、カタカタ止まってますんで、だから結局12分あればだいたい片道は行けるってことですよね、カタカタが止まって、うん、湯気だけ上からフォーフォーしてる感じですね、どうでしょう、白いご飯おかずあった方がいい、いや、もうこのままで全然私は白米大好きですので、そうです、おかずじゃいらないね、今日ね、じゃああれがあるわ、俺ちょっと待って、白米を食べれるくらいで全然、うわ、美味しそう、
焼き風宮崎屋の佃煮すき焼き、そう、山形米沢すき焼き風米沢牛ってことですか、佃煮だって、佃煮、米沢牛の佃煮、佃煮、ってか佃煮な、この宮坂の佃煮のすき焼き風、でご飯だけ食べられます、食べられます、いけないでしょ、どっちでも、でもね、食レポした方がね、じゃあ行ってみる、食レポした方が、ここまで読み上げといてね、ね食べないのもどうかな、やっていかないですよねとりあえずこんな感じで食べましょう、じゃあご飯を食べていただいて、後で見てみますって菊五郎さんが、そうです、漫画の話かな、そうです、漫画の話か、このアーカイブの話か、まあ、ありがとうございます、あの何回も見てください、ぜひお待ちしております、それで あとプレミア配信もやりますので、はい、プレミア配信をだから来週の21日に7時からまったりやってます、そうです、黙っちゃった、急にプレミア配信は何なんですか、でこっちのやつをプレミア配信してチャット欄で皆さんコメント言いながらそのプレミア配信のものを見る、副音声的な話ですか、そう、なるほどなるほど、ちょっと理解しました、プレミア配信ってどういう、だからリアルじゃないけど疑似生みたいなやつ、テレビ局で言えば、うん、それでみんなで同じものを見るから、ああ、なんて、八代竜王さん、竜王さん、おはようございます、おはようございます、はい、もうこんばんはだって、朝方の時に来ていただいてるけどこんばんはだって、お疲れ様ですなんかこういうのよく見ます、お疲れ様です、お疲れ様です、あれの見過ぎなんじゃないの、なんか東京リベンジャーズの、ビビビビ、はい、火止めて、火を止めます、で、同じ時間タイマーを12分、はい、12分、もういいんですか、ビー、はい、OK、はい、で、蒸らすじゃん、蒸らすじゃん、で、12分、ね、タオルかけて、はい、これで余熱で炊くっていうね、はい、ちょっとこれ開けてみようか、でも一緒だね、開けましょう、もう美味しい、匂いだけで美味しい、もう美味しそう、どうぞ、美味しい、美味しいやつだ、美味しいやつ、美味しいですか、あ、これは美味しいですね、もう美味しい、すき焼き好きにはたまらんね、もう美味しい、もう美味しい、ここは見せていいんですかね、それは大丈夫ですよ、あのちょっと蓋するわ、タレこぼしそうだから、ここ大丈夫、見えますか、見えますか、いや見えてますよ、あ、暗いけど、ちょっと暗いね、こっちね、はい、宮坂の佃煮、すき焼き風、山形県産黒毛和牛を使用しております、メイドイン米沢、寝室が1849なんですけど、長くないですか、超歴史、歴史だよ、歴史長いですよね、歴史長いよ、え、すごくないですか、1849ってな、なんで知らないよ俺調べる、わかんないけど結構歴史長い系ですね、歴史美味しそうです、じゃあ美味しそうです、もう匂いが風って書いてありますけど、バッチリすき焼きですね、香りは玉ねぎとね、あれのいい香りだよね、うんうん、すごいいい匂い、あの甘辛いあのザすき焼きっていう感じの香りがします、いいな美味しそうです、やっぱ大好きですよ、そうです、楽しみですね、もうちょっとで、はい、あと10分足らずで、あ、なんかすごいいっぱい、またお飲み物を用意してくださってて、今日は皆さん何
何がいいかな、はい、愛媛の川内晩柑サイダーか、うん、アセロラティーか、うん、ミント&ライム三ツ矢サイダーと三ツ矢系とこれどこだどこだ会社生産会社ポムポムわからないです。でもここに書いてあるそうなのかな。じゃあこれかな、ポムさん限定の。それからこれがサントリーさんか。サントリーさんどれなの、どれ飲んでほしいですか。別にどれでもいい、どれでもいいと思うよ。八六さんこんばんは、ご視聴ありがとうございます。あ、一号八六さん、朝も必ず、そう朝も必ず来ていただく。一号八六さんってお名前なんですか。そう、あ、そのまんま、そのまんま。この間にスペースがあるのは何か意味があるんですかね。気になってしまう私のよ。今日は今日 A 型のとこ出たね。広く間の欲しいみたいな。 A 型のとこ出たねですかね。いやでもなんかこれあっち何でもありませんでした。特殊能力者っぽく見せるのがうまいから。違う違う、なんかガラパゴス形態で表すとそれなんか名前になるのかなって今誤作してしまいました。なんか1番だったらアギョなんで、うん、1の5番目だからオ、うん、なるほどね。そうで8だから何赤魚はまあや、うん、やなんだけど6だったから6はねえってなって、6はねえってなって終わりました。それだったら6なんじゃない、普通に。どういうことですか。普通に6なんじゃない。いや今の法則でいくと1から5なんですよ次の数字は。だから普通に6って表現すればいいんじゃない。やどこにあるんですか。やろくやろくおやろくおかしいことになっちゃうじゃないですか。おやろくって何ですか。それが何だろう。何あと6って言い方だと何か。むおやむおやむおやむさん。いやでも最初だけおって読むのおかしい。そうか、何かあるのかな。法則があるんだろうね。いやまあえお名前には由来がありますから。数字文字盤で言うとどうなるか。あ、なるほど。確かに15時違うか。15時。ああ、いや、はあ、だんだけで考えたら結構あのやはりになるんですよね。あのやは1586さんだからね。1586さんがお名前だからね。そんなね深読みしない方がいいか。車のナンバープレートとか。ああ、そうなの。何の番号？車のナンバープレートとか。ああ、ナンバープレート、うん。なるほど。じゃあ1586番を見つけたら1586さんだってことですね。うん、でもヌーとかいろいろあるじゃん。あ、そっか。ヌーとかね、アとかね。どの都道府県でもまた変わってくる。え、そうなんですか。だってうちの近所のさ、車でさ、みんなさナンバープレート777って言ってる。3台車持っててみんな777。それってありなんですか。あの ひらがなとかが違うから。あのひらがなってなんて決まってるの。わかんないけど、とりあえずナンバープレート777揃いたかったんだろうなと思って。まあ確かに、うん、和ナンバーはねレンタカーっていうのはね有名ですけどね、うん、和となんかもう一個ありましたよね。何でしたっけ、忘れちゃったけど。和と何、ね、でしたっけ、何でしたっけ、皆さん忘れちゃいました。なんか何かバーバーバーインスタとかそういう話ですか。そうですそうです。なんか和ナンバーはレンタカーとか、うん、ね、それ以外はなんか何の意味なんですかね。区別するだけでなんか適当についてるんですかね。いや、なんかあるんでしょうね。ね、なんかあるんでしょうね。全然わからない。もしあの、はい、ナンバープレートの色と
みたいなですよね。そう、最近教習所通ってたから覚えてる覚えてる。この人はあの今日この人はあのやらかしてますから最終試験はあの朝は行ったんだけどそのまま直帰でお帰りになられたんですよね。もう入ってきてそうその話を聞かされて今日大丈夫かなって思ってて。いろいろやらかしちゃってる今日一日。そうなんですよ。もうでもね、偉いのはちゃんと来たってこと。来るのを忘れられたら俺ちょっとビビったからね。忘れないですよ。忘れないですよ。全く違う店のドアを開けてるんじゃないかとかはね。開けてません。ちゃんと来ました。偉いね。ちゃんと来ます、それは。ね、偉いね。それは来ますよ。ちゃんと来ますよ。ここね、私のこのね、iPad がね、この画面なんです。私があの写真集を開いて顔見してる静止画で止まっているんですよ。面白い笑ってしまう。はい、今あと3分ぐらいでブラシが終わりますね。これはなんで買ってみようと思ったんですか。いやだからみんなあの選んで買ってるんじゃないですかって言うからそんな選んで買ってないよっていうシリーズをちょっと用意してみました。あ、何でも炊けますよっていうことで、あ、皆さんあの土鍋をなんか買うときにすごく躊躇されるっていうことだったんで別に何でも炊けますよっていうことです。なるほどなるほど、うん、だからどんな土鍋でも買ったらいいですかっていうけどお好みでいいんじゃないですか。なんか選ぶ基準とかあるんですか。自分が好きなやつを買えばいいんじゃない。僕はこの前買ったのはこの子。おすすめの方が聞きたいですよね、皆さんね。ドラッグ釜っていうのでこのあの頼んでから半年くらいかかってこれお粥をちゃんと煮てほらこうひびが入っちゃう。うん、でお粥を煮てことでこのひびを埋める。そうこの中にそのお粥を煮てその。汁を入れて割れづらくするっていう。なるほど、うん、あ、菊五郎さんありがとうございます。褒めていただいてありがとう。ありがとうございます。こういう言葉をいただいてしまった。ありがとうございます。菊五郎さん、菊五郎さん、ほら取り巻きのいつものお友達も呼んであげて。そう、いつも一人じゃなくて3人ぐらいで堀美優の応援隊で来てくれる。あ、そうなんですね。あら、ぜひよろしくお願いします。うちの光もぜひ。光です。うちの娘の光もぜひ。娘いつから娘になってたの。これは何がいいんですか。形ですか。形だね、やっぱりね。このボディの、ほら、いいでしょ。見えます、皆さん。あれだよ、高いんだから。高いところです、これ。結構いい値段したんだから。そうでもないけど、こんな感じの土鍋、炊き上がりふわっと開けた時にまたいいんだよね。この真ん中の見えますかね。この真ん中の見えないか。ちょっと分かりづらいね。わ、でもひび割れが入るらしいんです。土鍋で炊くと一回。ああ、なるほど。ちょっと分かりますかね。分かんないかな。なんか分かってますね。で、そこをお粥そこに、まあ、そう、お粥を入れて浸透させて割りにくくしますと。割りにくくするよっていう話で、あのまた加熱するとあのこういう土鍋って膨らむんで多少のこうひびって入るんですって。で割れて水漏れがひどくなったらお粥を炊いてまたそこを蓋していくっていうような接着剤的な要素があるんですって。それが目止めってやつですね。そうです、目止めです。目止めだそうです。私初めて知りました。目止めだそうです。はい。入ったよ。あ、できましたよ皆さん。できましたよ皆さん。ピーピーピー言いましたよ。はい。できました。サムネ撮るからね。はい。サムネ。これでよろしいでしょうか。はいはい。はい。開けるところが。で。しまして、初はい、初炊きご飯
で、このキッカさんがだからその目止めをしなくてもそうですいいよっていうことだそうです。はい、上の蓋を普通に開けてよろしいですか。はい、よろしいです。開けてください。上の蓋を、1個目の蓋を取りまして、1個目の中の蓋を、はい、よろしいですか。お願いいたします。パッカーン、おー、はい、めっちゃ膨らんでるお米が。綺麗ちゃんですよ。綺麗綺麗。あ、すごい粒がすごい大きいです。はい、動画1回いただいてそのままそのままいっちゃいます。はい、見せください。はい、ちょっともうちょいよ、いいですか。お仕事お仕事。いい絵がね。はい、じゃあこちらの方とそちらの方、はい、炊き上がりはじゃん、見えますかね。はい、暗い、お、来た来た、暗い。2個目の中の蓋を、はい、よろしいですか。お願いいたします。パッカーン、おー、はい、めっちゃ膨らんでるお米が。綺麗ちゃんですよ。綺麗綺麗。あ、すごい粒がすごい大きいです。はい、どう、でも可愛いって言ってるじゃないですか。え、いや、どうしもしなくていいっすよ。笑顔でゲーゲーって笑っててくれる。はい、どうぞ。混ぜる混ぜる混ぜて。うわぁ、すごい、なんかでも、はい、ちょっと柔らかめかも、炊き上がりは。すごい、でも美味しそう。美味しそうですか。粒粒立ってて、しっかりって感じですね。よし、いきますか。よろしくお願いします。はい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 、来た。はい、どうしよう、これでいいか。
暗い、この辺か。いいですか、じゃこっち向けます、これってどうですか。ですね。咲き誇ってます。はい、ありがとうございます。お米が咲き誇ってます。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、ポンさんの分。ありがとうございます。ポンさんの分。食べましたよ。はい、食べますよ。感想をね。自分だけ食べようと思った。食べるのかなと思って、気持ちをね、確認をね、確認作業は大事ですよ。うん、確認作業は大事です。です、はい。はい、確認作業大事ですよ。ありがとうございます。はい、拾ってもらいましたよ。美味しそう、美味しそうですね。楽しみですね。美味しそうですよ、はいはい。まずは、米だけ。米だけ、はいはい。はい、ありがとうございます。すでに、大変だよ。で、こっちゃん。はい。はい。いいですか？いいよ。いただきます。300、1対1で炊いて、もし柔らかめだったら、もうちょっと少なくなった方がいいんじゃない。水をちょっと減らして、炊けば、結果、12分で大丈夫ですね。この子には、なんか20分ぐらい、暮らしてくれって書いてありましたけど、でも、全然12分ぐらいを、強火と、弱火と、で、12分蒸らしたら全然大丈夫です。なんか芯とか全然残ってないです。ちゃんと浸水させてくださいね。うん、入れていただいて。すごい美味しい。でこれね、冷めるとまた味が締まって美味しくなる。なるほど、冷めるとまた違うんですね。そう、熱々で食べても美味しいけど、冷めて食べたらもっと美味しくなるからね。うん、温かいうち美味しいのは当たり前だけど、冷めて美味しいのは本当に美味しいから。なるほど、いい恋愛と一緒だから。それがいい恋愛だけだ。 I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain. この咲き誇り自体は結構後から甘さが結構あーってくる感じ。甘さが結構あーってくる感じ。で、最初は香りが強くて、最初はこれの中でいい匂いがされてくるんですよ。最初にふわって口の中で広がって、後からお米のこう甘みがじゅわーっていう感じの咲き誇れさんですね。4人に、あと余韻がつく、すごいいい匂いします。ずっといい匂い、お米のしっかりしたお米の匂いで、うん、美味しいです。じゃあ A の一つを、あ、A の、なんか言い方が良くない。例の仏像はなんか言い方がよろしくないですよね。なんかいけないものをいけないので、ね、はい、ちょっと行けないもの、my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that it's amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I delusional? I'm the one who's always sorry. The conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you. It's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid.I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. やっぱ佃煮とふりかけと生ふりかけの間みたいな感じですね。見えました。よかったです。ありがとうございます。コメントいただいて見えます。美味しそうです。こちらは私が、はい、こんな感じです。食べていいですか？
どうぞ食べ お食べになられてください。お嬢様、召し上がります。北海道からありがとうございます。今すき焼き風つくだ煮を食べてます。あ、すごいすき焼き、すごいすき焼き、うん、いただいてみましょう。それじゃあ、でもなんか、うん、お肉の味しっかり、うん、って感じです。うん、うん、ね、うん、うん、うん、なんかすき焼きのタレの味もないんですけど、その中からお肉のね、うん、お肉っていう味する、うん、やっぱ玉ねぎとこんにゃくで、このポリッとのタケノコだね。あ、タケノコ、うん、タケノコがすごいいいアクセントになるね、コリッとしててね。なんかその佃煮要素もちゃんとありますね。ね。うん。これご飯、何杯でもいけるね。いけますね、これは美味しい。こういうご飯に合いそう系おかずって言えばいいんですか、うん、なんかこういうすき焼きとか、それとあとなんか香りの強いもの、うん、鮭とか、うん、それこそ先日いただいた明太子とか、うん、そういうなんか結構香り強いパンチのある感じのおかずとめちゃめちゃ合うお米ですね。めっちゃ美味しい。ご飯が進む進むって感じですか。あとが、後味が甘いし、なんか何でも合いそう。すごい美味しい。おかわりしましたね。あ、ふりかけのね。すき焼きの、すき焼きの、こう、おかわり。なるほど。あ、ゆみチャンネルさん、よかったね。あとででもアーカイブ見て見てください。何をやってたから伝わるかも。今何をやってるか分かんなくてもきっと伝わる。それが愛ラブイル。そっちの方が分かりやすい。分かりやすい。それが来週 その21日にこっちで撮影したやつを編集したやつを見てる。もう絶対そんなね面白くないやつ、ね、いやいやいや、面白いか面白くないかはあれですよ、また別の話なんで。
まあ、どうするよ。とりあえず5分休憩取ってから、あの次の炊き込みご飯、トマトを使った炊き込みご飯やりますんで、はい、一度ご飯あの5分だけ休憩いただいて、はい、だそうです。皆さんちょっとこの間に水分補給とか、はい、あと、ね、あの一回クリアに頭していただいて、お花摘みに行きましょう。じゃあ任せるね。え？お花5分の5分の間、うん、どういうこと？いや一回これ切りたいからさ。あ、そういうことね。うん、こっちに目線をいただいて残っているのが真っ白で、オッケーです。パトマト。はいはい。ですね。いいですね。トマト盛りです。はい、トマトいっぱいです。ごちそうトマト。血中コレステロールが気になる方に。そうです。いっぱいトマト、なんか私知ってますよ、ミニトマトの方が味が濃いって。この間知ったんです。私そうなんですよ。なんかパスタとか、なんかそういうのにこうソースとして使うトマトはミニトマトの方がいいっていうのを先日知りました。そうですか。そうなんです。ちょっと多くないですか。あ、そうですね。そうですね。確かに。もう美味しい。でも夏野菜なので、これから値段がちょっと下がってまいりますから。はい。その時に、そうですね。いっぱい、はい、使っていただいて、はい、ちょっと冬の間は、ちょっと我慢して。大きいトマトで。大きいトマト、缶詰のトマトも売れました。あ、そうですね。トマト缶便利です。なんかいっぱいすごいトマト、そうです。トマト、本当にありがとうございます。美味しそうですよね。私、皆さんはトマトお好きですか？トマトお好きかな？それこそあれですよ。食べっぱくとか今できますよ。そうですね。今なんかもうトマト狩りとかあってもいいんじゃないかって思うぐらい私トマト好きなんですけど、トマト狩りってないんですかね。で、なんかいちご狩りとかなんかね、いっぱいこう種類あって食べ比べみたいなのその場でできるじゃないですか。ありますね。お野菜のトマトとかもね、品種すごい多いですし、同じところだと作れないんですかね。どれ食べる？トマト。トマト、トマト食べるの？トマト食べます。ね、今トマトいっぱいあるから。トマト、うん、どの辺食べる？一個ずつとりあえず食べる。あ、これ柔らか。一個ずつとりあえず食べてみましょうか。ね、せっかくですし、買ってもらったので。こんな感じでいいのか。はい、ありがとうございます。今トマトを洗っていただきました。ハロー。サンキュー。 I eating トマト。そう、 Now トマト食ってるよ。 I will eating トマト now。 トマト now。わかんない。なあ。依頼系なの。ダメだ。おわ、ダメだしきた。うん、まあ、私の英語力。うん、私英語全く興味ない。はい。じゃあいらないな。しまってきたよ。ハロー。はい。すごい。さすが師匠。はい。トマト。1個目のトマト。これは光の。三重県産の光のオレンジが強いタイプのトマト。綺麗ですね。ね、綺麗です。粒大きめです。プチトマトの綺麗ですね。はい。プチトマトにしては大きい。いただきます。はい。うん。おお。あ、め、あんま。これ。うん。三重県産光のトマト。うん、どうですか。すごい皮
香りがブワーって唾がブワーって飛んできた今。唾じゃない、唾じゃない、水。あ、水か水水水、お水、手についてたお水あーあ、お食事ね、食べてきましょう。夜遅くに食べるより早く食べた方がいいですから。エレナー、サンキュー、エアサンキュー。エレナさん、こんばんは、ブラザーコンさん。Thank you, Elena. Welcome, welcome. いつもコメントくれてありがとうね。全部日本語や。ちょっと面白いな。Thank you. Thank you, コメント。My friend, Elena. ちょっとしばらくほっとくかなって思ったんですけど。しばらくほっとこうかなと思ったのに、もうちょっと喋っていいですよ。いやいいよいいよ、エレナいいやつだもん。めっちゃコメントくれるもん。ありがたいですね。内容分かってないけどいっぱい回コメントくれるんだから、ありがとうございます、ね、はい。ですごいあの香りがフルーティーな感じの香りがすごいして、甘いんですけど酸味結構しっかりって感じね、美味しいですよね、そう。最初めっちゃ甘くて、後から香りがフルーティーな香りきて、酸味って感じ。ちゃんと青い香りも、トマトの青い香りもする。美味しいって言ったら変だけど、なんつったらいいだろうね。うん、トマトって感じの味しますね。健康サポート。はい。健康習慣。だから。ちょっと柔らかめだな。そうですね、結構。なんか、おすすめに蜂蜜と一緒に食べると、みたいな感じで書いてありますね、この子。なんかほおずきみたい。うん、確かに確かに、ほおずきみたいな。ほおずきみたい感じです。いいね。結構赤強めのオレンジって感じですね。おお、来ました。はい、いただきます。レタスのチーズですね。あ、これは。これは。なんつったらいい。甘い。それは半分に切ろうか、4分の1にしようか、でかいから。甘い、いただきました。な、おお、ずっと甘いわ。これはベリースイートだそうです。甘い、美味しい。私これ結構好きです。ハンバーグの人が言うやつです。甘い、すごい懐かしい。井戸田さんですね。そう最近あんまりなんか2人で出てるの見ないんですけど、ね、片方のガリガリの方が出てるな。片っぽずつ小沢さんと細身の方がね、って感じですね。半分に切りましょう。半分食える？大きい、食べれます。大きいトマトを今半分に切っていただきます。パッパッ、はい、いただいております。ありがとうございます。はい、トマト食うよ、ね、トマトをイートシル、イートシルいただきます。最後の真っ赤っか、真っ赤っかトマトを、真っ赤っか、うんぱっぱ、真っ赤っかトマトを、ひたくらだよ。おお、真っ赤っかトマト、いただきます。すごい真っ赤っかです。うん、これもうまいな。うん、艶も綺麗。うん、エコピンって感じ。どうですか、これは。ザ・トマトですね。ね、うん、だろう、本当にトマトだ。うん、皆さんの想像してるトマト、うん、あの酸味がしっかりしてて、はい、あのトマトの、はい、ちょっとさっき言ってた、ね、青臭いっていうのあれですけど、そうお野菜っていう感じのトマトの味がしっかりしてて、マヨネーズをたっぷりのせて食べたくなるトマト。そうですね。あとはお塩とか、あとオリーブオイルとか、あと、うんうんうん、あれなんだっけ、あのチーズみたいなやつ。カプチーノ？違う、嘘だ、カプチーノじゃない、カプレーゼ。そっち。カプチーノはコーヒーだじゃん。カプチーノ。食後にいただきたい感じの方です。みんなにコーヒーって飽きたなーって、このコーヒーに求
チーズと合うタイプ。チーズにすごい。それにトマトバジルとか。トマトバジルとか。Yes, of course. Oh, my friend, the sun is very, very beautiful. Hey,
がとう。本当は今日ねメイク頑張ったんだよ。ヒカルさんって言ってる言ってるのに言ってるのにありがとう。ありがとう、ね、ダメだね。職業家だね。ニューハートは忘れたからね。確かにね。でもなんか前言われたことありますよ。私ニューハーフ。ニューハーフ？何回か言われたこと。ニューハーフって言われたことあるし、うん、あのなんか一回そのね歌舞伎町にね、あの遊びに行かせていただいたとことがありまして、その時にあの言った方があなたもニューハーフって言うから。一応純粋なおなごですと言いましたら、いえノリ顔かなって言われました。もうあの性別とかじゃなくてノリ顔かまって言われたから、もうダメだこれと思って食いようがないやつだと思って。あ、とりあえず次回あの今回はお米3合、これ1合なんで、これ3つ今あの水切りしてます。このタイプですね。これ1合分がこの丈より全然、これ3つ水に浸してあるんで、これ3つ水切りして3合分炊いていきます。はい、それにベーコンを適度に、はい、ベーコン、あ、ベーコン、私がニューハーフの話をしている間にお仕事を、まあいい、大丈夫ニューハーフの話も面白いから。お兄さん、お父さん、奥さんは女神みたい。ありがとう。奥さんでもないんですけどね。奥さんでもないんですね。あ、奥さん。奥さんじゃないんですよ。あの娘なんですよね。娘でもないです。血が繋がってない娘なんですよ。血が繋がってない娘。養子ということ。養女。養女。養女はまたなんか全然文字が違っているよ。養子です。養子。あ、妖怪的な？そっち。そっち。My friend Chotaro, wow, she is a singer. Kiroro is beautiful song. Kiroro ね、Kiroro がいい歌。ポンさんも素敵って言ってくださってますよ、ポンさん。ありがとう。ポンさんが。コットンさんありがとう。去年メイクにしっかりやってもらった。アイラインもちゃんと引いてもらって、下のメイクもちゃんとここはしてもらってるから。あ、ここをしようと思ったのに忘れた。いや、いいですよ、師匠見せるところないんだから。まあ僕らが見ますけどね。そう僕らが見ますから、一番初めにどの辺今日のポイントはって聞かなきゃ。そう、大事も作らないっていうね。そうで、3号分これね、はい、米ね、入れていきます。はい、先ほこれ、はい、先ほどお米先ほこれでございます。3合、お水にどのくらい浸しました？これはだいたい6時間ぐらいかな。6時間ぐらい、ね、浸してあります。どこから入れるかな。お米を先ほどの鍋に3合入れまして、それで、素敵なカッポーって言ってくれて、カッポーでもないです。カッポー、カッポーでもないんですよね、残念ながらね。残念ですわ。残念ですわ。焼肉料理ばかりだからね。よし。はい。それにベーコンを入れまして。ナイス、ベーコンを入れまして。米にベーコンを入れまして。はい。トマト。先ほどの2個目のやつですね。いや、全種類入れようよ。全種類入れます。そうなんですか。エルナさんも歌ってほしいわ。師匠、次回メイク楽しみに歌ってます。おー、だそうですよ。そうかな、写真撮るか、こっちで写真で撮ってこんな感じで。師匠の顔を晒していくスタイル。許可が必要ですね。多分無理だったもんね。全然平気なんですけど、下手っ子が、まあ、何を言うかっていうと何も言えないっていう。いや、そんなことないですよ。楽しみになりますよね。ね、次のね、最新がね、ね、楽しみになりますよ。はい、そうですね。じゃあワイプで抜き入れてください。はい、わかりました。ワイプで抜きます。
ワイプ抜けは動いてるんで大丈夫。え、素晴らしい。はい。で、さっきのオレンジ寄りの、オレンジ寄りの光のパンと、ベータカロテントマト、赤寄りのオレンジの。を、今水で洗いまして。いいですね。すごいね、あのいい感じですよ、彩りは。こんぐらいか、うん、全部入れちゃって。全部入れる。全部入れようよ、せっかくだから。全部入れる。今日のメインはベーコンじゃなくてトマトだからよ。トマトだからよ。トマトだからよ。トマトに失礼がねえようによ、たっぷり入れようよ。トマトだからね、うん、トマトだからよ。そうです。はい、全部今オレンジトマトちゃんたちを周りに敷き詰めまして、真ん中に赤いトマトちゃんを入れようかと思います。隊長お願いします。ね、どうでしょう。いいんじゃない。みんなに見せたって。はい、あ入れたら、わあ、ビールのクッキングオライシス、for example、we cookGoogle 翻訳とは、はい、で今トマト敷き詰めましたよと、でベーコンも入っておりますと。いいね。見えるかしら。見えるんじゃない。こんな感じですね。こちらもお願いします。はい、はい、トマトです。わあ、すごい、すごい、すごい、トマトです、なんかフルーツタルトみたい。かわいいですね、見た目が本当に、ね、すごい綺麗です。さて、じゃあまだこれからですよ、出汁決めなきゃいけない。お出汁を今から作りますと。はい、はい、さっきの、私がいただいたトマトジュース。じゃあ、もう一回ベースに戻りますね。さっき、3合分の乾いたお米をこっち水に戻して入れたんで、水加減はまた乾いたお米 150g×3 なんで 450g の水分量だと仮定します。でそれに合わせた水分量で今度お出汁を作っていきますから、今回具がトマトなんで少し緩くなるかもしれないっていうのを頭に想像しながら水加減していただいてもいいし、柔らかめだったら柔らかめでちょっと多めに水加減していただいても大丈夫です。で塩分を加えるとどうしてもちょっと固めに仕上がるんで、その辺もポイントです。はい、はい、じゃあまずこのトマトジュースを、はい、はい、トマトジュースは 50g、ワインでも全然大丈夫です。白ワインだそうです。なるほどなるほど。でこれで、と昆布茶。昆布茶です。合うんじゃない？昆布茶美味しそう。これ昆布茶はそのまんま入れて大丈夫なの？お湯とかで。この中で溶けます。この中で溶けます。顆粒タイプですが溶けるそうです。であとちょっと塩を入れようか。塩。トマトは日本語なのかな、分からぬ。いや、トマトは普通に英語ですよね。トメイト。トメイト、トメイドって言うとそれっぽく聞こえるの知ってます？トメイト。トメイド。
見てる。ミドルって。なんかそれっぽく聞こえる。入れた方が美味しいんですか？コクが出る。コクが出る。でもまあ、このさっぱりさせるかベーコンを聞いてるから。夏野菜のさっぱりっていう感じで今日はいたしましょう。もっと甘いのよかったらトマトケチャップ入れてもらっても大丈夫です。なるほど、うん、今日は大人向けなんでトマトジュースでやってますけど。だそうですよね。これね、だからね、冷めてからもう一回グラタン皿に移してドリアみたいに。めっちゃうまいです。チーズそのまま入れて、炊き上がりにかけて、でバーナーでぶってもめっちゃうまい。そうっすよ。キャンプ飯っぽくなってきたね。確かに。確かに。トマトジュースとお酒、はい。あとお水です。あと昆布茶。昆布茶ティッシュ。入れました。はい。全部で全体で450にしましたね。はい。じゃあ炊いていきます。はい。炊いていきます。火をつけまして、はい、強火でございますね。炊飯時間、じゃあまた12分で行ってきます。はい、12分です。12分。13分しました。なんでだろう？ボタンを間違えてます。はい、12分。はい。強火で、まず強火で。はい。はい、炊いてまいります。はい。指の数字で知らせするスタイル。指の数字で、そうです。サービス精神旺盛なんで。なんだかんだ言っても頼れるあのアシスタントに育てていこうか。ちゃんと育てていただいて。助かってるじゃないですか。助かってます。本当ですか？ちゃんとしてます。大丈夫ですかね？してる。じゃあちょっとつないで。つないでいこう。はい、一応じゃあおさらいしますか。おさらい。お米は秋田県産の咲き誇れを、お水に、日本産は6時間、はい、6時間、はい、つけまして、それを3合お米の中に入れました。そして、ベーコンを細かくしたものを入れまして、で、トマトは3種類ですね。今回は3種類ですけど、まあ、なんか好きな感じのトマトをちょっと散りばめていただき、そこに、トマトジュースですね。トマトジュースまたはケチャップでもいいんですね。はい、ケチャップを 50g と、お水をそこから440まで入れてもらって、お酒または白ワインを 10g で、最後に昆布茶ですね。昆布茶を入れてお出汁を作りまして、それを鍋に入れて強火で今12分いきます。で、沸騰してまいりましたら弱火にしまして、12分経ちましたら、はい、また12分蒸らしていきます。はい、はい、上出来、よくできました。つなげましたかね。さすが。つなげましたか。そうです、そういうことです。大丈夫ですか。で、これ今日ベーコンでやってますけど、別に魚介類でも大丈夫ですよ。確かに、うん、縦貝とか、あと一回茹でてあるアサリとか入れていただいてやっても美味しいです。あ、アサリ美味しそう。いやー、美味しそう。美味しそうです。めっちゃ美味しいと。はい。アジスター大事。ありがとうございます。よかった。秋田県産のそうです。先ほこれですね。今日だから、あと仕上げ用にイタリアンパセリ。イタリアンパセリと、あとオリーブオイルをかけるかかけないか。わあ、オリーブオイルかけたいですね。美味しいですね。じゃあオリーブオイル持ってくるからちょっと待っててくれる？わ、またつなぐということですね。これはごめん。あと食洗機かけてくるか。あそこ、お仕事お仕事。お仕事お仕事でございます。よかった、できました。そうです、強火ファイヤーします。強火ファイヤーして、ぐつぐつ言ってないよ。ぐつぐついたら弱火ですね。
大丈夫です。はい。はい、かしこまりました。やってまいります。はい。でもね、これから本当に、簡単です。結構なんかね、炊き込みご飯ってこうね、なかなかこう自分でなんでしょう、よしやるぞって思わないと、なかなかなんか炊飯器とかでね、やりづらいな、ちょっとどうしようかなって思っちゃいますけど、結構ね、土鍋だとなんかやりやすいかもしれないですね。なんか結構、まあ、お父さんがやってくれてるからかもしれないけれど、12分炊いて、12分蒸らしてって思ったら、なんか全然楽ちんだなって思いますね。ですよね。で、ワクワクするとイカ、イカは何だろう、イカ？ワクワクすっぞ。ワクワクすっぞですね。ワクワクしましたね。はい、ワクワクします。どうなるんでしょう。あ、オリーブオイルを今お持ちいただきました。ウコンさんに水をいただいております。あ、どうぞどうぞ。水体にいいから。せっかくしっかり買ってきたんだから。そうね、喋るとね。そうなんですよ、喉が乾いてしまって。そうそう、水を飲んでしまいます。でもこのお水本当に美味しい。グビグビいけないもんね。全然なんかすごい飲みやすいです。本当になんか引っかかりがなくて、なんかでも結構なんだろうな、お水の味自体はあんまりないかもしれないですね。はい、そうですね、うん、つるっとしてる、つるつるしてる。だからコントレックスのイガイガ感はない。そうですね、ないですね。コントレックスはイガイガしてるのがコントレックスの良さだから、そろそろかな。今ちょっと若干湯気が出てきて、ちょっとお酒のいい匂いが来ます。来ました、今ここで。お酒のいい匂いが。ポットンさんじゃん、長い間キロロ長い間キロロ。はい、長い間キロロ、ね、歌い出すっていうですね。あ、そういうことですか。キロロ歌ってくれるんです。何度でも歌ってくれるんです。長い間っていう歌、またせてこ。おお、それかですね。はい、そうです。火弱めていいよ。はい、では湯気が出てまいりましたので、火を弱火にいたします。はい、はい、オッケー、よろしくお願いします。はい、あと5分ぐらいですね。8時9時までに炊き上がるから、ちょっと待っててね。ちょっと5分休憩入れてるからね、仕事がいい感じ。あ、ポポさんありがとうございます。よろしければちゃんとお気軽に。ありがとうございます。師匠お上手って、ポポさんが。ありがとうございます。この間騙されるところでした。騙される。ん、騙される。何なんかね、ボーカリスト募集みたいなことがあって。ほう。はい、で LINE で歌い声を取って送ったら、それをまあ審査して、おーボーカリストの対応を送るみたいなのがあったんですよ。なるほどなるほど。送りつけまして、送りつけまして、採用になりまして、言い方が、おお、採用になりまして、おお、すごい。早く詐欺にかかる人です。え、詐欺？詐欺だったんですか？うちのパリピッカリなんだからね。詐欺ってことじゃないんですよね。危ない危ない。そういうのは危なかったです。嫌ですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか大体の12分の中で今湯気が出てきたのが大体ね、何分ぐらいですっていうだけで、12分の中なのの、あと5分です。ウリエルさん、こんばんは。ああ、ウリエルちゃん、ウリエルさん、ウリエルさんの好きそうな、今日はトマトだよ。トマトのご飯炊いてる。トマトの炊き込みご飯です。今日トマトご飯です。前回ね、豆ご飯の時言ったら、私豆嫌いなんだよねっつって聞いてたからね。
そうなんだ、そう、そうなんだね、うん、かわいそうなことしちゃったなと思って、来てねって言っといた手前、もう何ともしようもなかったからね、申し訳ございませんでした。ひらに、ね、謝罪を。今日はね、あの3種類のトマトを使ったトマトの炊き込みご飯を作ってます。はい、あとベーコンも入ってますね。そうですね、ベーコンが入ってる、はい、ちょっと夏向けの小ざっぱりしたご飯を。パリめのご飯でございますね、うん、あ、ホットさんいつもありがとうございます、 URL 貼ってください、ありがとうございます、はい、もうね、すごいここいい匂いするでしょ、かぶりつきのところだ、うん、すごいいい匂いします、トマトの匂いもしてきましたね、バッチリいい匂いです、でもトマト嫌いな人って本当トマトの姿見てもダメみたいな、姿見てもね、うん、だからトマトがコースでつくんだったらトマト全部抜いてくださいって言われるもんね、おー、だからケチャップは大丈夫なんでしょって言ったら、ケチャップは大丈夫なんだけど、あー、ケチャップは大丈夫なんだ、うん、ケチャップもトマトですけどね、そうなんだ、からピザとかどうするのかな、ピザとかもうトマト乗っかってるピザあるよ ね、 ね、でもトマトだけ食わないんだろう、あれじゃないですか、チーズクワトロとかにするじゃないですか、あー、あとなんかキノコとか、あー、そういう、来るね、トマト来るね、やっとここ来ましたよね、たトマト来ましたよね、そう、トマト&ベーコン、すごいトマトです、ここすごいトマトです、今ここすごいトマト、ここすごいトマト、この今この辺、この周囲はもうトマトのオーラに、うん、帰りあれだよ、トマトコーラ 4DX だったらトマトです、トマトの匂いです、今ここ、え、なんか最近映画とか見に行ってる？映画は最近、映画館はあれですね、何でしたっけ、あの友達と死に至る病っていう阿部サダヲさん主演の映画を見に参りました、死に至る病だった気がします、確か、あの殺人者の話です、あー、そう、殺人者の話ですね、殺人者の話です、すごい結構暗めの最近あの日本映画でファブルの次のやつを見た後に、はいはい、ラプラスの魔女っていうのを見たのよ、広瀬すずちゃんと嵐のなんとかくんっていうのと玉木なんとか、おー、重要そこがやってて、その計算式なしでいろんな気象情報を暗算できるみたいな、すごい頭が、いや気象状況だけじゃなくて、例えばサイコロを投げたら何になるってことが分かる、何の目が出る、あのもうそれが直感的に分かるのか計算で分かるのか分かんないけど、それを外科的手術をするとなるらしいんだけど、それを殺人事件に使っちゃったって話なんだよ、あー、なるほどなるほど、硫化水素のその自然史が2件も温泉地であって、それはその事件なのか自殺なのか事故なのかっていうのを大学の教授に依頼が来るんだって話だったんだけどさ、うんうん、うわ、もう本当トマトだな、また12分蒸らします、はい、ってことで45分頃には食べますんで、はい、先ほどの映画のタイトルですが、死に至る病ではなく死刑に至る病でした失礼いたしました、失礼いたしました刑が足りなかった、刑ですね、刑が足りなかった、刑がやっちまいました、やっちまったね、今日3度目もやっちまいました、やっちまいましたね、ありがとうございます、よしくぞさん、よしさん早いんだもん今日来るのが、よしさんめちゃくちゃ早く来てくれてて、まだ全然これからだっていう時もまだ全然前座も始まってない状態で、彼女の CM が流れてる時からもうコメントいっぱい書いていただいてて、本当ありがとうございます、ありがとうございます、本当にすいません、うちのヒカルちゃんです、ヒカルでございます、これからよろしくお願いいたします、今度したね、頑張らないとね、はい、あ、トップガンを見た、トップガンどうでした、私前作を見てなくてトップガンだから、まだ今作を見に行けないんですよ、見たいんですけど、前作なんて俺バイクで走ってるところしかもう覚えてないわ
あとどんな話だったっけって感じ。あ、でもネタバレやめてください。ネタバレやめてください。そうです、そうです。だからいいんじゃない、ね、あれこれから見ようと思ってる方いらっしゃるかもしれない。そうです、そうです。だからシンウルトラマンとか見ていくの。シンウルトラ、私ウルトラマンこそ全然見たことない。俺も全然わかんないけど、幼き頃に見てたかなぐらいですね。みんなそうじゃないの。そんなもんですか。いやでもウルトラマンを追ってる人は追ってますから。まあでも最近のウルトラマンなんかもう全然見てない。最近の仮面ライダーも全然見てないし、仮面ライダーもわかんないですね。今度なんかブラックやるって言うけど、え、西島さんがやるのって、えらいごっつい仮面ライダーブラックだなって思ってシャドウムーンがあんな柔らかい人がやるんだと思ってびっくりしちゃったよ。面白いですね。面白いね、仮面ライダーだもんね。なんかやっぱ時代時代がありますからね、仮面ライダーとかはね。みたいだね。もうクーガでお腹いっぱいだよ。私アギトまででした。だから、まあ、クーガアギトもお腹いっぱいだよ。もう隆起ぐらいになってくるとさ、もう見ててもさ、もうどうせってなっちゃうからさ。もうでも一回なんか仮面ライダーなのに、うん、車の子とかいたじゃないですか。ああ、でもあの子だって今売れてるじゃん。どうしたのってなったよね。ね、仮面ライダーなのに車を運転するでドライブ。そうそうそう。ライダーはいずこやみたいな。ね。感じでしたね。面白かった。ちょっと食べみます。あ、前作を見るともっと面白いかも。私のライブに可愛い子来るからのコメントあったから来ました。ありがとう。そうだったんですね。そう可愛い子来るからって書いたらちゃんと読んでてくれた、ね、期待外れでした。いや大丈夫です。もうちょっとアップで寄せて引いて引いても引いて引いて隠して隠していかないと生きていけませんから。隠さんいい隠していかないと。もうだから生きてまいりませんから。ノリはニューハーフで。ノリはニューハーフでニューハーフのノリでそれ大丈夫だよ。それは嫌ですわ。嫌ですわ。だから嫌ですわ。でもあれ宝塚でもその なんとかですわ。最近ハマってる YouTuber さん、 VTuber さん。ああ VTuber さん、あの皆さん、あの最近すごく人気の100万点バラサロメさんご存知ですかね。お嬢様口調であのディープ実況などもなさる VTuber さんなんですけど、すごい面白いので見てみてください。バイオハザードをやるんですけれども。でもバイオハザードって意外とさ、あの実況するのは楽なんじゃない。動きがそんな速くないから。いやすごい面白いんですよ。すごい面白いです。バイオハザード自体は怖くてやろうと思わない。無理です。私見てるだけでも結構怖いですもん。ギーとかっていうあの音がもうるさいなと。すごくて、でもすごい面白くて、でサロメさんも結構ホラー映画は苦手なんですけど、あの皆さんに支えられて頑張ってますということで、すごい頑張られてて、すごい面白いので、めちゃくちゃおすすめでございます。でそ あのサロメさんがお嬢様口調でお話になるんですけど、動画見すぎてちょっとお嬢様言葉が映るっていう。いやちょっと映ってそれでやればいいじゃんお嬢様言葉ね。いや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 、だってそれはだってね、サロメさんのですから。そうか、それはじゃあ何いけませんわ。光口調でやらないと。そろそろ光口調って何ですか。いやだからいいキャラ立てていかないと。キャラ立てていかないと。キャラ立てていかないと。お母さんは誰が見てもお母さんじゃん。なんとかで光る。もうほらダメだ、やめよう、やめとこ。これは語尾をナルトみたいになってばよとか。でも光を立てていくって、いやそういう意味じゃんよ。光を立てるってキャラを立てるって意味だよ。えキャラを立ててキラなんとかだキラなんとかでなんとかだキラ。なんか頭弱いピカチュウみたいになっちゃってるよ。ピカはピカピカしか言わないじゃないですか。そうか、ピカチュウはピカしか言わんのか。そうそう、言わんですよ。ピカしか言わないですから、うん、ピカは光るで光ってるみたいな。ピカ、はい、で光るピカピカピカキラキラキラ、あと5分ピカピカチュウになっちゃってるから、だからそれはピカはピカダメなの。ピカはもう
NG です。NG です。NG なんだ。NG です。ちょっと。ダメです。じゃあ何だろう、あと5分お待ちくださいヒカル。どうしたらいいしず。え、どうしたらいいしず。なんだろうね。しずきなんで。あ、しず。しずきだからしず。しずる。しずる、あと5分待ってもらったらみんなに美味しいご飯見せられるかも。必ず名字入れる。どういうこと？どういうこと？どういうこと？いや、よくわかんないけど、うん、今全然わからなかった。俺もやっててよくわかんなかったけど全然わからなかった。なんだろう、なんだろうね。事故、事故。お子さんがひたぶたわりのままで。あ、ご視聴チャンネルさん、高評価チャンネルこっちありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、高評価すみません。ありがとうございます。助かります。励みになります。励みになってます。励みになってます。頑張ります。はい。ペルシャンさん、ありがとうございます。だんだん現れてくるようになると。今のままでいいって。今のままでいい。今のままでいいっておっしゃってくれてます。ありのー。はい、いいと思います。ありのー。までー、行きましょう。ままでー。私が言ったことしか繰り返せない人みたいになってるから。多分ね、今ね、あれだよ、きっと私の方お墓の前でって言ったその次も分かんない。泣かないでくださいです銀魂で歌ってる、銀ちゃんが歌ってる歌ぐらいしか思い出してくださいで、逆にもうあっちで覚えちゃったら千の風の方いかんですよ、それは。いかんですね。いかんです、それは。ね、しっかりしていただいて。あ、まーくん、こんばんは。クッキング、わ、高評価ありがとうございます。ありがとうね。推奨もしていただいたんですね。サンキューです、サンキューです。助かります、助かります。うちのヒカルが喜んでます。ダンシェアオケー。ダンシェアオケー。ありがとうございます。よし、イクゾーさんも。シェアしていただいてサンキューです。ありがとうございます。ありがとうございます。次回の登板が28日です。はい、次回のこちらにお邪魔するのは6月の28日火曜日、火曜日に、はい、お邪魔いたします。来週は、はい、来週はプレミア配信でこれを別カメラで撮ったやつをダラダラ流してやってます。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、でもすごいずっといい匂いします、ここもうずっといい匂いね。してます、してます。すごくこのね、匂いもね伝えられたらいいのに。じゃあ、ぜひボディ、ボディアクションで、ボディアクションで、リアクション、ボディアクションで、ボディさんに、ボディ、あ、それそれ、ボディアクションで、それボディランゲージで、ボディランゲージで、リアクションで、ど、何を、何を表現する、香りを、と、香りを、と、でダンスで表現していた、と、ま、ま、ま、あ、え、A、A が、こうかな、A、とま、難しい、とま、あ、なるほど、と。って感じでした。って感じでした。と。でしたね。と。いや、なんかもう、なんか伝わりました。ま。と。ま。トマトです。トマトって感じです。なるほど。はい。でもなんか、ちょっと、おこげできてるのかなっていう、はい、ちょっと香ばしい香りも若干今してますね。してますか。コンブチャの匂いが出てきたんじゃん。あ、そっか、コンブチャの匂いかな。お出汁ってね、はい、コンブチャ絶対美味しいですよね。ねえ、ちょっとね、あの、あれですね、あの、混ぜるときに、ね、ちょっとこう、コンブチャ溶かしてからの方が全体的に回るかもしれないですね。そうですね。うんうん。だから、あの、なかったら他の出汁の素を入れたり、キューブのあれ入れたりとか、コンソメ、あれで十分いけます。だそうです。
アレンジはこんな感じで、こんな感じでしていただいてね。はい。でね、このご飯、なんかさっきも言ってましたけど、チーズかけて。そうですね、最後にパルメザンでもいいし、とろけるチーズでもいいし、好きなチーズかけていただいて、食べていただいてもいいですけど、今日は夜遅いんでオリーブオイルだけに。はい。ありがとうございます。MCT オイルにする、それと。MCT オイル、食べるとすごく痩せやすくなるらしい。え、何ですかそれ、初めて聞きました。あの長谷川淳さんとかがなんかやってる。もう書けたよ。なりました、なりました、なりました。じゃあ、あの毎回のことながら、あのサムネ取らなあかんので、はい、熱いよ、あっちち、おー、タオル外したらめちゃめちゃトマト、もう蓋開ける前からトマト。今のびっくりしたか、可愛かったよ変な顔してません、大丈夫そうですか。英語の発音いいですねって、私かな、そうよ、先生かな、ありがとうございます。ハロー、グッドモーニング、ありがとうございます。では開けてまいりますよ。ありがとう。オープンですか。オープンぞ。蓋はなんだっけよくわかんねえよオープンですか。ブタスター。うー、あ、すごい、きれい。ブタスター、きれい、きれい、きた、きれい、きれい、いただきましょう。いただきました。きれい、きれいに、ね、すごいきれい、並べた甲斐があったなっていうぐらい綺麗ですね。これはすごい、でもご飯に色染みてて、あ、でもミンパンがすごい、うん、すごい、どこから、こういうアングル、ちょっと待っててくださいね皆さん、ね、ちょっと待っててくださいね。はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。いいですか、もういいですか、はい、いいですか、ぶっちゃけてください。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、見えますか皆さん、動画です。はい、おいしく炊けましたおいしく炊けました、炊けました、すごい綺麗です、はい、すごい綺麗です。はい、こちらにも、はい、ありがとうございます。すごい綺麗です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、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 ありがとうございます。I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted. My heart's been wounded. So it's a feel like a time. Never really knows what you want. If you I don't ever feel calm. I could feel the stress inside my palm. But with me like God's in a stream. You don't understand the pain of dream.You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead, baby, you're gonna be in my bed. You're gonna be in my bed.イタリアンパセリを上に散らしました。そしてブラックペッパーを散らしました。そしてオリーブオイルを適量くるくるくるっとで完成しましたのがこちらです。いいところで回線が止まるって、キャー、回線止まらないで、えい、オッケーです。はい、じゃこっちにもちょっとだけ、はい、はい、いいよ、はい、ありがとうございます。鮮やか、いい、鮮やか、美味しそうでございます。もう一回だけ、すいません、何度も、いや、そうっす、
美味しそうでございます、とっても。早く食わせろってそれだね。はい、OK。 いやいやいや、早く食わせろ。まあ、でもすっごくいい匂いが、あのやっぱりオリーブかけるとまたオリーブのいい香りと、パセリも大丈夫ですか？パセリもいい香りが、これがね。はい、ジャケットお願いいたします。はい、ジャケットお願いいたします。はい、ジャケットお願いいたします。モデレーター追加しましたよ。綺麗です。はい、ジャケットお願いいたします。ありがとうございます。はい、じゃあまああれですな、ね、あ、これ君チャンネルが、君チャンネルさんが断りで見れるようになりました。良かったです。断りでね。ありがとうございます。では、姫はい、姫ではないですが、じゃあヒカリン、姫頑張ります。ヒカリンお願い。ヒカリン、ヒカルでございます。ヒカルちゃんお願いします。姫アシスタント、ヒカルちゃんお願いします。これは真ん中からいきますか？よく先混ぜようか。混ぜる、うん、最初ご飯じゃあ置いてさ。そうですね、食べたい、食べたい、食べたいは分かんないけど、食べたいが溢れてるから。愛は溢れてるから分かんない。そこに愛はあるんか。そうです、愛はあるんか。そこにあるは、愛はあるんかいと。愛はあるんか、愛あるんかい。まだ全然時間押してないから大丈夫だからね。おい、あと10分あるんだから大丈夫。混ぜ混ぜいたします。混ぜ混ぜいたしました。とても混ぜ混ぜしておりますわ。じゃあそろそろよそっていただいてます。おこげがございましたよ。おこげございましたか。まだ全然時間押してないから大丈夫だからね。おい、あと10分あるんだから大丈夫よ。混ぜ混ぜいたします。混ぜ混ぜいたしました。とても混ぜ混ぜしておりますわ。じゃあそろそろよそっていただいても。おこげがございましたよ。おこげございましたか。おこげがございましたよ。おいしそうですわ。じゃあそろそろどうぞ行っちゃってください。よろしいでしょうか。はい、もうぐっちゃぐちゃでございますわ。おバイオですわ、もう。なぜバイオここで出る。バイオ関係ないやん。でもほら赤いし。いや、バイオハザードはあれでしょ。バイオハザード、あ、すごい似てる。おこげがございましてよ。美味しそうですわ。じゃあそろそろどうぞ行っちゃってください。よろしいでしょうか。はい、もうぐっちゃぐちゃでございますわ。おバイオですわ、もう。なぜバイオここで出る。バイオ関係ないやん。でもほら赤いし。いや、バイオハザードはあれでしょ。あ、すごい似てる。すごい似てる。すごい。あら、あら、そんなお好きでしたか。いや、まず本当サロメ城を見てほしいです。じゃあサロメ城をみんなで見ましょう。いや、本当に面白い。はい、新しいお箸です。はい、できました。はい、できました。森がちょっとでも、あの、混ぜてしまったがゆえ、はい、美しくはないですわね。はい、いただきましょう。はい、じゃあ、頂戴します。最終的にこうなりまして混ぜましたので、ちょっとぐちゃっとなってますけど、あれですが、あれです、こんな感じになっております。でもね、いろんなトマトがね、はい、混ざってね、美味しそうですよ。はいはいはい、じゃあこちらも美味しそうです。あの、ちょっとだけ。はいはい、ありがとうございます。はい、じゃあ食べましょう。はい、いただきます。じゃあ最後のご飯いただきます。ベーコンとトマト、3種のトマトとベーコンのイタリアン風炊き込みご飯ですね。いただきます。トマト好きにはたまらないね。めっちゃさっぱり。うわー、うわー、美味しい。よかった。熱。私すごい好きです。
美味しい。さっぱりしてるね。本当さっぱりしてる。すごい美味しいです。なんかもう本当にトマト好きな人は止まらんですねっていう感じの、トマトがすごいしっかり米に染みてて、そこにいい感じにベーコンの塩味がね、うん、塩味と甘さと絡んで。リゾットだね。芯がないリゾット。美味しい、ね、美味しい。これでもやっぱりチーズ入れたらすごい美味しいですね。合いそう。合うねこれね。うん、うわうま。リコピンの旨味がギュッと。うんうん。だし効果にだしが入ってる感じ。甘さと酸味と。美味しそう。すごい美味しいです。入荷してもいいのではっていうぐらい美味しいです。あ、でもね、あれはロートビーフがあるから、ロートビーフで巻いても巻いてもあー、それは美味しそう。今度持ってくるの。それは美味しそうすぎる、ね、いや、いいですね。あと、あれです、結構もうちょっとこうパンチを効かせたいときにはブラックペッパー多めでも美味しいかもしれないですね。なんか溶けないね。うんうん。これちょっと優しい感じだから。うんうんうん。なんかちゃんと、うん、ブラックペッパーで味締めてあげた方がちょっと柔らかいもんね。うん。いいかもしれない。なるほど。トマトがちょっとやっぱりお水が多分100度いっぱい出てくるんで、だから結構塩味が詰まりがちですね。なので、でもなんかお塩で調整するのもいいけれど、なんかそれだともったいない気がするから、ブラックペッパーとかね、こういうちょっと塩味のある何かで調整してあげた方が素材の味と良さそうですね。いいね。ちょっとやってみます。そうですね。今度は美味しいですから。こんな感じ。わあ、素敵な感じになりましたよ。ロースビーフの美味しい。なんか黒で食べるの。全部安定した予算が。いや、あの CM の会社さん、どっちかに。あとはもうスタジオにお返ししたいと思います。
ラジオは多分測った。それじゃマジと。思ったより遠い。じゃあ虎ノ門ぐらいする。テレだいぶ近づきましたね。テレ東かよって言われちゃう。食べたいですよね。なんかもう本当にすいません、私ばっかり美味しいものいっぱい。火曜日でよければあのね、ライブオフ会できるけどね。ああ、そうですよ皆さん。うん、あ、そうですよ。ライブオフ会する。ライブオフ。俺だけ打つけどみんな打つ。そういう感じで。そういう感じ で、うん、でみんなに炊けてくる順番から巻いて絶対食べてもらって。で声だけみんな入れてくれる。声だけね。声だけね。で、お父さんだけここに立ってる。そうそうそう。みんなギャラリーで向こうにバーって人がいてた。まあでもね、それ。彼らは二人で。だからいいんじゃん。料理、どっちの。そう、料理の、その、世界の料理賞もここでしっかり通ってあって。世界の料理賞知らないから。グランハードハンプン知らないから。ちょっと見たことはないかもしれませんね。で、あの、お客様お呼びしますって。ここから来ました。なるほどね。でもその話してたらもう9時だから。もう9時だから。もうそんな時間なんですね。あら、あっという間でしたわ。ということで、次回は28日の火曜日。で、28日の夜、あのテレビに出るようなんで、その話は22日以降に SNS に投稿できるということなんで、しばしお待ち。はい。そして28日再登板です。今月。なります。カルちゃんが次も衣装をまたあのちょっと気合い入れて可愛い、あのこの林家ペーみたいなのを着てるかもしれないです。ペー。ペー。ペーパーじゃないって、うん、パーペーさんの方パーでもいい、まさかのペーさんの方ペーパーでいい、ペーパー、あ、一人で一人でアシュラダンサーみたいにね、一緒にやる感じ、おいえおいえ、考えてきますわ、うん、そんなことなんで、ね、そうなんですよ、またあのテレビがあの撮影もう終わってるんで、多分ね、28日にあの夜に撮影だと思うんで、はい、よろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。はい、2時間またあっという間でした。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。じゃあ、またお会いしましょう。おこん、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 はい、これで終わり。2小節ぐらい歌ったからいいでしょう。終わりました。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。なんで皆さんよかったらまたコメント欄にコメント書いてくださいね。ひかるちゃんの力になるかもしれません。はい、私にも。います。励みにしております。はい、よろしくお願いします。じゃあ次回28日お待ちしてます。お疲れ様です。最後までご視聴ありがとうございました。途切れ途切れの部分もありましたけど、頑張りました。またよかったら見に来てください。高評価ボタンとそれからチャンネル登録お願いいたします。どうもありがとうございました。それでは失礼します。ご視聴ありがとうございました。よかったら最後にチャンネル登録と高評価お願いいたします。それでは。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら最後にチャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それではまた見に来てください。失礼します。